はい、皆さんこんにちは、私は特殊車両通行許可申請専門行政書士の佐久間翔一と申します。よろしくお願いします。今回ですね、特殊車両通行許可申請の世界をですね、ぜひとも皆さんにですねお見せしたいと思っております。で、特殊車両通行許可申請、これもしかしたらですね、この動画で初めて聞いたっていう方もですね多いと思います。なので、特殊車両通行許可申請って簡単にですね、どんな申請なのかっていうところが一つで、もう一つですね、特殊車両通行許可申請、これ行政書士の業務の中でも、かなりニッチな業務なんですけども、この業務のメリット、そして魅力っていうところをですね、お伝えしたいと思っております。はい、それではですね、まずはですね、特殊車両通行許可申請の、概要、どういう申請なのっていうところをですね、ご説明させていただきます。はい、特殊車両通行許可申請なんですけども、もう簡単に言ってしまうとですね、大きくて長くて重い、そんなですね、トラック、トレーラーって言った方がいいですね、トレーラー、これがですね、行動を通るために必要な許可、これがですね、特殊車両通行許可です。海上コンテナですとか、もうトレーラーですね、トレーラー、これがですね、道路を通るためには特殊申請をして特殊車両通行許可が必要になります。この許可を取る業務が特殊車両通行許可申請になるわけなんですね。なので、大きくですね、どんなものかっていうと、車両の重さですとか長さですとか幅ですとか、そういうものを、入力して、その後に経路を入力していく、出発地、目的地、そしてどんな経路を通っていくのか、これがですね、特殊車両通行許可申請の概要でございます。はい、そしてですね、特殊車両通行許可申請、かなりニッチなですね、業務ではあるんですけども、この特殊申請、略して特殊申請なんですけども、かなり魅力的です。魅力的、まずですね、一つ、何が魅力的かとですね申しますと、はい、メリット書いていきましょう。メリットですね、メリット書いていきましょう。1番目、よいしょ、はい、1番目はですね、もう何と言ってもこれでしょう。はいはい、見えますかね、オンライン申請ってところですね。オンライン申請、はい、これオンライン申請どういうことかと言いますと、普通のですね、行政書士の業務っていうのは書類を書いて、書類を作成して、これをですね、役所に届ける、提出しに行くっていうのが、メインです。なんですけども、特殊申請ってこれオンライン申請なので、パソコンがあればできちゃいます。はい、パソコンで申請書を作って、役所にオンラインで提出する。そして許可書もですね、オンラインで発行されます。なので、わざわざ行く必要はありません。手書きする必要はありません。打ち込んで提出して許可書を得る、これだけなんですね。なので、事務所にいながら大量の申請を処理できる、これがですね、魅力的です。役所にですね、持っていく際は、まあ、郵送だったらまだいいかもしれないんですけども、直接提出しに行かなくちゃいけないとなるとですね、まあ、電車乗ってる時間ですとか、その最寄り駅から歩く時間、タクシーに乗る時間、もったいないですよね。特殊申請ではそんなことありません。事務所にいながらオンラインで申請ができてしまう、これがですね、すごく魅力的なところの一つですね。はい、一つです。もう一ついきましょう。もう一つがですね、はい、はい、どうぞ。継続性ってところですね。継続性、はい、行政書士のですね、許認可業務の有名なものといえば、やっぱり建設業だったり、まあ、産廃だったりですよね。建設業の許可って大体どんなもんかというと、1回新規でやって更新やって、まあ、大体5万とか6万ぐらいですかね、5万とか6万、取れる
わけなんですね。5万というと大きな金額ですよね。大きな金額なんですけども、ここが問題でして、更新にして言いますと5年に1回なんですよ。5年に1回、どうですか。5万もらえるの嬉しい、だけれども5年に1回なんです。特赦申請の場合はですね、実は経路が変わる、車が変わるごとに申請しなくてはいけないので、これ継続性があります。継続性があります。始業のですね、行政書士を含め始業ですけども、始業の仕事の中で、特徴的なのっていうのは、単発の業務で大きなお金、大きな報酬をもらえるっていうのがですね、特徴的なんですけども、特赦申請はですね単発じゃありません。基本的にはもう継続です。継続、1社2社3社とお客様を、獲得していくごとに、もうそこからですね、すごい時はもう毎日のように申請依頼いきます。経路が変わりました、車が変わりました、こんな感じで毎日のように申請依頼がきます。ここを考えるとですね、やはり、業務としてかなり魅力的なんじゃないかなと思います。建設業の更新、新規の許可、これで、やっと食べれるようになるまでにはですね、なかなかのですね、お客様を獲得する必要があります。なかなかの、もう何十社何百社獲得しなきゃいけないんですね。特赦申請で言えばですね、うまくいけば1社でもお客様できればですね、ちょっと食べていけるようになるというところでございます。はい、やっぱり新米のですね、行政書士、何が一番辛いかというとですね、やっぱ食べていくことがですね、辛いんですね。私もですね、事務所を開いたばっかりの時、全然お客さんいませんでした。いなかった時はですね、やっぱりバイトをしたりですとか、日雇いのお仕事をしたりですとか、それやりながら行政書士事務所もやってるんですけれども、行政書士事務所をやり、やっぱり転機があったのはですね、特赦申請と出会ってからなんですよ。特赦申請と出会ってお客様とお付き合いさせていただくようになってから、売上は上がってきました。確実に上がってきました。しかもここです、継続性、継続性ですね。なのでオンライン、しかもオンライン、これがですね、売上に貢献してくれてるっていうところの、理由ですね。はい、まあ、こんな感じでですね、特殊車両通行許可申請っていうのは、その他の業務と比べて魅力的です。すごく魅力的です。魅力的な一方、難しい部分もあります。かなり専門的です。専門知識がないと正直できないってところです。私もですね、始めた時はですね、正直右も左もわからない状態ですね。今であれば1時間でできる申請、これ1週間かかりました。それぐらいですね、初めての人には難しい申請になってます。なんですけども、この動画見ていただいている方、はい、この動画を一通り見ていただければ、基本的な申請はできるようになります。基本的な申請はできるようになります。すごく難しい申請のことまでは正直この動画言ってないです。言ってないですけども、その基礎さえあれば自ら学んでいける、そこの土台までは作り上げていきます。なのでしっかりとですね、最後まで見ていただければなと思います。この動画はですね、制度解説だけでなくて、実際にパソコンの画面を使って申請画面を見せます。見せます。なのでもうその通りやっていただければですね、申請ができるというところまで、丁寧な動画作っておりますので、ぜひとも見ていただければなと思います。特殊車両通行許可申請の世界にようこそ。